ちょっと待ってね。はーちゃまのツーショットを星川はツイッターにあった。これめっちゃ良かった。見た？みんな。はーちゃまとの 3D コラボ生誕祭。まさかね、ホロライブのステージに立てると思ってなかった。星川はエモかったわ。本当にホロライブのステージに立ってるって感じ、うん、ホロライブのねスタッフさんね、マジめっちゃいい人多かった。別になんか二次三次のスタッフさんがなんか悪い人多いとかじゃなくて、ね、なんかねどっちもいい人なんだけど、なんか全然雰囲気が違った。二次三次はなんかみんな頭おかしい感じするけど、なんかホロライブのとこは頭おかしいことをしてるハーチマを見てこう優しく笑ってる人たちみたいな。二次三次のスタッフさんは一緒に頭おかしいことやるね。ホロライブのスタッフさんは頭おかしいことしてる、頭おかしいことをしてるライバーを見ていっぱい笑ってくれるいい人たちだった。うん、自分はーちゃまとさ、まあ別になんかこうコラボいっぱい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 したわけじゃないんだけど、まあすごく仲いいわけ。同期以外で仲いいライバー誰って聞かれたらはーちゃまって星川言うぐらいはーちゃま仲良くて、だからそんなね2人で一緒にライブできてはーちゃまとなんか泣いたね、すごい。終わった後はーちゃまが泣くってなかなかよ。なんかエモいねとか言って、出会った時こんな風になると思ってなかったよって言って、うぃーって泣いてた2人で。まつりちゃんともやりたいな。星川まつりちゃんと最近 LINE 割としたから、まつり捨てる、なんでそんな絡まなくなったら捨てるんだろう。いや普通に喋ってるよ LINE で、まつりちゃん。うーん、